今日もあなたと百姓天国本日は2月の14日火曜日ですね。寒い。さあ、根菜類のね、収穫の畑ですけども、どんどんね、今もう2月半ばですよね。こうやって取り終わったところね、秋冬の取り終わったところ、どんどん時間あるときにね、ちょっと忙しくなってきてあれなんですけど、どんどんトラクターかけてね、そろそろぬかをですね、もうここは大根人参の連作畑ですので、入れるものはもうぬかのみでございますね。それを、3月4月ぐらいまでね、今この2月3月で最後の1本が残してありますので、1本半ですね、普通の最後の紅盛りとイエロー人参と、紫人参が半ベッド残ってますので、これをね取り終えたらもう終わりですから、3月末でこれ終わりなので、そうするとあちらのね春人参と交代になりますので、3月末でこれ全部終わりですから、もう全部ここね、ぬかをボーン入れて、耕してね、すき込んであげればもうそれで準備万端ですので、そして6月になったら太陽熱マルチということで、まあそのパターンがもう繰り返されるということでね、これでもう確立すればね、あとはもうずっとそれを繰り返していけばいいだけなのでね、おそらくぬかをね、まあもしかしたらね、3年こっから今年入れて、さらに来年あたり入れれば、それで一回もう肥料切っちゃっていいかもしれないですね。もうぬか入れなくても、それで 2,3 年様子見てね、でまあちょっとまた落ちてきたなと思う時にまたぬかを入れるなり、5年に1回ぐらい緑肥をすき込むだけで多分いける気がしますね。やっぱりね、あまり肥料入れすぎるとね、形が悪くなったりね、人参とかね、やっぱりこう肥料分が少ない方が吸肥力がね上がるので、甘さが出るっていうのはあるのね、特に人参はね。まあ直売所だとかいろんなとこ今出しててね、業者さんとかにもすごく甘くて美味しいって言われるんですけど、まあそれは多分ね、そういうものですから、やっぱカセを入れるとやっぱり味が落ちるんですよね。まあこれは僕の経験談ですけどね。まあ千葉でね、周りみんな人参作ってましたけどね、よくいただいたりというかね、食べましたけど、やっぱり僕のよりかは美味しいと思った観光のねものはないかなと思うんですけど、さあ人参取りましょうか。人参、人参、今日はイエロー人参と普通の人参ですね。パープル人参もまだいっぱいねあるんですけど、まあ全部は使えないかな。どこまで行った？でもまあ、そこそこだね。そこそこだね。この金尾っていうやつはね、こう大きくなりやすいんでね、みんなスティック状の方のイエローを使うようになるんですけど、僕は最近この人参を切るというね、テクニックを覚えましたんで、ね、これあ、普通のやつ種混じってんね。でかね、でか。これはもう切るしかないね。可愛らしいのもある。
これぐらいがいいんだけどな。よいしょ。あ、少し暖かくなってきた。まあこういう時は本当に太陽がねありがたいよね。これは日本にはあげればいいね。ちょっと厳しいか。ちょっと発芽が悪かったね、金ピネ。よいしょよいしょ。こう横に広がりやすいんだよねこの品種はね。まだあるね、まだ 20m ぐらいあるので、しばらくなんとか2月末まで持ちそうですな。よいしょよいしょ。これをさらってあれですね、もう終わりですね。ここの3本目はねようやく終わった感じではありますな。ちょっと遠だってんね。だいぶ大きくなってきたなこれもね。まあ人参はでもよくできましたね今年はね。出来はまあまあだったですね。まあ場所を選べばねこっちではあんまりその人参をね作ってる人もいないし、で人参ジュースやってる人もいないんで、正直ね関東にいた時はあんまみんなが人参ジュースやるからあんまり僕はやりたくなかったんですけど、こっち来たら人参ジュースやってる人あんまりいないから人参ジュースやってもいいかもしれないですね。はい、意外と加工したら売れそうな感じがしますね。よいしょ、はい。メインは今日はイエロー人参ですね。ね、かきながいいね。今日はレッドマスタードをねちょっとだけ出そうかなと思いますね。こう2月に来てね、なんかやっぱりこうあったかい分だけね葉物がこうね、ほうれん草とか水菜みぶなはダメでしたけど、その他の秋冬のやつとかがね元気でこうやってそのまま生き残る。今こうやって飛んでる中それわさび菜ですけどもね、レッドマスタードわさび菜こうやって秋冬作ったやつがそのままこうやって元気で、あえてトンネルかけておけばここで暖かくなってくるじゃないですか、3月とか。それで収穫できるんですよね。これはもうね正直ね画期的ですすごく助かりますね。今まではずっとね12月ぐらいから12月1月とあの葉物をねマルチ張ってそこに点巻きしてトンネルかけてましたけど、それやらなくていいんでね。カキナ取りますか。ちょっと今日は刃物が3品入って13品目ぐらいのセットになりそうですかね。いいですね。こっからね3月4月とね葉境に入ってきますので、この葉境に何品目出せるのかっていうのがね農家としての実力でございますね。
いいですね、カキナ。いいですね。本当もうちょっとわーっとなるんですけど、まあまあ十分でございます。カキナ美味しいっすよね。僕は結構この癖がないっていうかね、苦味がないじゃないですか。葉っぱ特有のね、これがやっぱりいいなと思ってて、僕は結構好きなんですけど、柔らかくてね、癖がなくて、いかような調理にもできるっていうかね、向いてていいですよね。本当はもうちょっと大きくしてから取ってもいいんですけど、まあまあこれぐらいで十分でございます。こうやって一回またハゲタカにね、全部こう書いて取っておけば、また3月ぐらいになってまたね、何回も取れますのでね。まあ来年はだからほうれん草頑張って作りましょうってことですね。ちょっとそこは畑を選んでね、ある程度やっぱり一軍の畑じゃないとほうれん草できないですよね。あんまりほうれん草作ってる人見かけないから、あんまり土質に合ってないのかもね。まあでも冬場ほうれん草ないとね、やっぱり缶詰出したいですよね。缶詰ほうれん草ね、毎年もう今ぐらいから2月から3月は缶詰ずっと出してましたけど、出したいですよねやっぱりね。なのでね、来年を頑張ってちょっと畑選んで、お客様にもね、やっぱ冬場葉物って言ったらやっぱりほうれん草ですからね、おひたし食べてもらいたいですからね、ちょっと頑張って来年は。まあでもやっぱり、来年でね、来て3年目、本格的には2年目になりそうですね。来年、再来年ぐらいで大体これで、セット野菜のね、今までのその普通のやつというかね、この三重でのセット野菜っていうのは確立するかなと思いますね。今年のその秋冬ですよね。秋冬がやっぱり9月、10月ですよね。多分キャベツ、ブロッコリー、あたり、キャベブロで、あたりがね、で、11月を目指した白菜とかね、この辺が、どうしてもやっぱりね、虫が多くてやられそうなんでね、そこら辺が課題ですよね。だから、夏野菜引っ張るっつってもね、ずっとナスをそのまま出し続けるっちゅうもね、だって6月頭からでね、6、7、8、9、10とね、5ヶ月ナス出し続けたらやっぱお客さんは嫌がりますよね。やっぱり3ヶ月、4ヶ月ぐらい、6、7、8、9ぐらいまでにしとかないと、ナスばっかでね、やっぱりもう主人からもうナスは食べ飽きたって昔そういう風に言われたことありますんでね。そう、だから夏野菜をね、あんまり引っ張りたくないんですよ。逆に早く出す必要もないですし、そういうことですよね。こっちやっぱ暖かいから、その9月10月の秋の前半をどうするかですね。で、レッドマスタードに大根か。よいしょ。よいしょ。大根もね、もう青首とお袋しか残ってないんだよね。でもこのお袋というか三浦大根系はね、直売所では全く人気がない。うちはメインがこの三浦大根系なんですけどね、もう出さないでくれというお達しですので。残念なんですけど、しょうがないですよね。売れなければ意味がないしね。はい。まあ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 、それはいかんせん、致し方ないでしょうな。
よいしょ。さて、レッドマスタードね、これは初出荷ですね、この秋冬ね。ほらね、できてきておりますよね。綺麗ですよね。これやっぱり出したいですよね。ね、これ種まいてるわけじゃないっていうこの本当にこれいいですよね。まあレッドマスタードですから、そんなにねお客様も量はいらない。サラダ食べるときにねちょっとだけ振っていただく、あのちぎって入れてくれるだけでねいいわけですから。いやー、2月にこれこの状態で出したことは僕はもう20数年やってきて初めてですね。やっぱりすごい、やっぱり地域が違うということはね、こんなにも作る野菜が変わってくるのかっていうのはね驚きですね。路地でね、まあハウスがあればできるんでしょうけど、それでは意味がないですよね。綺麗だよね、いいと思います。でも、もう一つでかくしたっていいね、これね。もう一つでかくしてもいいね。もうちょっと待ってた方がいいかもしれないけど、まあまあ今日はとりあえず今週はちょっとねアクセントとしてね出してあげたいのでね、この柔らかさをね冬場の葉物として食べられるってやっぱりなかなかないじゃないですか。どうしたってほうれん草とかね、ちょっとこういうごわっとしたそういう葉物がねどうしても冬場は多くなりますので、こうやってちぎってね、柔らかいこの葉っぱが食べられるというのはねありがたいことですよね。これやっぱりあったかいからできることであってね。そっち側のグリーンマスタードもぼちぼち、これおそらく3月ぐらい、ただ友達がどうなるかですけどね。それまでは、まだもうちょっとやっぱ大きくした方がいいね。ちょっと取りにくいっていうかね、まあ量はそんなに稼げない、今日は本当にちょっと少量入るだけなんですけどね、レッドマスタードなんでね、そんなに大量にはいらないなと思いますんで、小さいねこういう小さいボードンパックで、隣のカラシナが元気で、これもまた出せそうですね。ちょっとしばらく置いといたんで、だから逆に言うとあれかもね、もうこの秋冬はあと1品種としてほうれん草を作るだけでいいのかもね。無理くりこうね、路地で水菜とか身菜を作らなくてもいいのかもしれないというふうに思いますね。そんな無理しなくていいよというようなね、感じはしますね。そうすると本当に秋冬の特に葉物が楽ですよね。ブロッコリーなんかだから常にね、スティックセニョールとかあるわけですから、そういう意味ではね、だから冬の方がやっぱり品目が、今まではね、冬品目はどうしてもちょっと貧弱になりがちでしたけど、この葉物とかね、こういう形で栽培ができて、ブロッコリーが常にね、ああやってスティックセニョールとか、普通のブロッコリーをうまく使い回していけば、ブロッコリーがずっとつながるというふうなことであるならばね、いいんじゃないですかね。でもやっぱちょっとまだ小さいよな。こうやって実際取ってみるとね、もう一息でしたね。ちょっと今日早かったですけど、まあまあ様子見でね。いや、2月にこんなレッドマスタード僕は出したことないですね。ちょっとね、私のこの感激しているこの気持ちは多分一般の人には伝わらないかと思いますが、いやー、20年やってきて初めてですよ、こういうね、こんな綺麗な2月にね。4月だったらわかるじゃないですか、トンネル栽培でね、今大きくなってくるのでね、早ければ3月終わりぐらいから関東でもね取れてましたけど、いやー、やっぱりすごいね。あったかいんだ、俺はあったかいとこに、そうだからあったかいとこに俺は来たんですよ。年取って寒いとこに来たくないということでね一応これで予定通りというか戦略としては間違ってないぞと、百姓農園ね、あったかいとこにね、関東からこの中部のあったかいとこに来たという戦略の一つがこれが正解ですよね年取ってやっぱ寒いとこよりかはね、あったかいとこ行きたいなというふうに思ってたのでね、寒いとだって膝に応えるし、はい、
はい、ということでね、いや本当嬉しいな、2月の真ん中でこの状態ですよ皆さんね。この私の気持ちが分かりますか。専業農家のね、同じ瀬戸野菜やってるね人だったら分かると思うんですよ。特に関東のもしね千葉時代のね、だって2月で千葉これ無理でしょ、路地じゃね。どうです、ハウスでね作りゃそれはこれはできると思いますけど、ハウスでこのレッドマスター作る人はいないと思うんでね。はい、ということで、いやちょっとやっぱり感激ですね。はい、やっぱりあったかいね。やっぱり農業はね、野菜作りってやっぱりその地域それぞれでね、寒いとこは寒いとこなりのねメリットもあるしね、あったかいとこはあったかいなりのメリットもあるし、やっぱそれをうまく生かしてね野菜作りをしていくっていうことがね、適地適策ね大事なんだなっていうことをね、こうやって撮ってみて本当に分かりますね。うん、でやっぱりそれに合ったものを作るとやっぱりなんか嬉しいよね。はい、ということでこの辺がやっぱり百姓の醍醐味ですなという話でございました。それではまた。